商品レビュー専門、CV ライフの提供です。今日はライトニングケーブルですね。まあ、iPhone のライトニングケーブル、いろいろ出てます。いろいろ出てるんだけど、まあ、写真だけでは細かいところが分からない。だから動画レビューで役に立つんですよね。今回のこのケーブル、ケーブルの部分、純正ケーブルとほぼ同じですね。ちょっと太いのは嫌だ。細すぎるのは嫌だ。やっぱし純正と同じ太さがいい。そ,そういうの嬉しい。コレクターボディ、1.5ミ、mm、リぐらい純正より大きいですね。ライトニングコレクター側、 こちらは一回り大きい。どのくらいだ ?0.5 ミ、mm、リぐらいですねそれ。サイリフトとロゴがある。これだけ見せれば、純正品と変わらないかな。あ、ちょっと艶がありますね。純正品より艶がある。あと角がある。こんなデザインですね。あ、もちろんこれ、MFI 認証通ってますので、iOS、バージョンアップしても使えますね。付けた感じ。こんな感じです、まあ。特に純正と変わらないですよね。ライトニングケーブル、自宅でも職場でも車でも、いろいろなところで使いたいんですよね。 でも、純正品は高い。社外品は買ってみて、え、こんな感じだったんだ。そういうところありますので、動画レビューしてる製品、いいんじゃないかなと思いますね。いろいろあるライトニングケーブル。ぜひいろいろなレビュー見て選んでみましょう。とにかくシンプルなものがいい。純正と似たようなデザインがいい。そういう人のおすすめですね。CV ライフの提供、商品レビュー専門でした。